美観雄月は、徳島県鳴門市出身の元プロ野球選手。宇と右内ち。野球をしていた6歳上の兄について行き、3歳からバットとボールを握り、自然と野球を始めていた。鳴門市林崎小学校を経て、鳴門市第二中学校では、軟式野球部に所属。鳴門工業高等学校では、2年次夏から4番、AS を務める。夏は、 徳島大会準々決勝で小松島高等学校に3から4でさよなら負けを喫した。3年に進級すると同時に、ナルト第1コートの統合により新設されたナルト渦潮高に編入。進行の初代4番エースとなり、挑んだ夏の徳島大会では、前後試合に先発登板し、初戦の上最高戦では西913奪三振で、ノーヒットノーランを達成した。 準決勝の川島高等学校戦では7回に、勝ち越しとなる2ラインホームランを放ち、総武4ヶ月での決勝進出に貢献する。しかし、決勝では、鳴門高等学校に3から6で敗退した。高校通算28本塁打。2012年10月25日に行われた、プロ野球ドラフト会議で広島東洋カープから5位指名を、受け、契約金、推定3000万円。 年俸推定500万円で契約した。高校時代は最速時速1 4 4トルの本格派投手だったが、打撃のセンスを買われ、内野手として入団した。広島時代2014年は9月に2軍で4、本塁打、20打点の成績を残し、9月度のファーム月間 MVP を受賞した。 2015年開幕カード3月28日の東京ヤクルトスワローズ戦でプロ初出場をスタメンで飾るもその1試合の出場に終わった2018年開幕を一軍で迎え自己最多となる30試合に出場し打率139、1打点の成績を残した2018年7月22日に ソネ会場との交換トレードで福岡ソフトバンクホークスへの移籍が発表された。2019年4月21日の埼玉西部ライオンズ戦にて9回表にプロ初本塁打を記録した。しかしシーズン全体ではわずか15試合の出場にとどまり10月21日に球団から戦力外通告を受け現役を引退する意向を示した。 高校通算28本塁打を記録した長打力と遠投115メートルの強肩が武器のない野手。目標とする選手は栗原健太。新人7選手の歯科検診で測定した噛む力を表す攻防力では同世代の平均値である618ニュートンを大幅に上回る1295ニュートンを記録した。スイングのインパクト時に力が入るため打者としては 広法力が強い方が良いとされている。ありがとうございます。